警察だ、人質はいるか。うるせえ、近づくな。いないな。近づくな。お前ください。まあとりあえず今日の目標としてはだな、まあ、あ、ちょうどいいのがいるじゃねえか。あ、待てよ、危ない。待て、警察は何人いる今。気をつけろ。あ、絶対大丈夫じゃないか。絶対に大丈夫。すごい、もうこんなに警察の量が半端じゃないが。ちょっと待ってくれ。もう何でもできるぞ今。救急隊はこのももみという人が一人いるだけか。なるほど、すごいな。あ、衛生ガイさんもいる。すごいじゃないか。あ、ちょうどいいのがいる。警察みんな早番なんだな。よいしょ、すまない、もらえるかな、もらえるかな、それ。あ、だ、だったやめ。ちょっと待って。あ、うるせえ、よこせ、よこせちってね。オッケー、すま、痛かったらごめん。これホトワイヤいるのか。今まで動かしてたよな。よいしょ、うい、すまない、いただくよ。病院がすぐそこだから行くといい。すまないね。さて、で今日の目標としては、まあコンビニはちょっと襲いたいな。やはり何はともあれ金が必要だ。どう考えても金が必要なんだ。つまりは、ただ今警察はまだ出勤したばかりで暇だろうな。絶対にすぐに駆けつけてくると思うんだよな。この車いいな。この車ちょっと型覚えたいかもな。これいいじゃないか。ただちょっと厄介だったのは、みんなが出てくるアパートの目の前で犯行を行ってしまったのか、結構誰かに見られたんじゃないかという恐怖がすごいんだが、大丈夫だろうか。そうだな、今日は待てよ、ちゃんとマスクしとこう。よいしょ、名前も一旦な。さて、それじゃあこの辺行ってみるか。手始めにコンビニだ。まずはコンビニだろう。あとちょっと今日はな、ちゃんと調べて、その勉強してきた一つな犯罪をやってみたいと思うんだ。僕はこの町に来る直前に知ったんだが、どうやらなできることが結構あるっぽくて、俺の知らなかった。あ、これこの、ん？あー、これか。よいしょ、失礼。うい、ちなみにトランクは？なんもないか。そうか。お、AS マーケットおすすめジェリカン、歪みによってないなってます。じゃあおすすめじゃないな。包帯発注したい商品がある場合は経営者の、あ、ちょっと俺友達のコンビニは襲えねえや。かよ。さて、うん、近くにバーガー屋もあるのか。逃げる方向を考えておこうかな。まあでも山あいのこっちの方に逃げるのがベストな気がするな。こっからこうぐるっと回る感じにするか。ってことは向きは合ってるな。オッケー、車の向きはこれでいいだろう。場所変えよう。ここにしよう。よいしょ、ちょっと先にバーガー屋チラッと見てみるか。誰かいるんだろうか。あ、絶対外した方がいい。じゃあチラチラ、あ、閉まってるな。うん、誰もいないな。じゃあいいや。さてと、ここは看板は出てないみたいだな。お邪魔します。あ、店員がいないタイプだ。なるほど、これ見えないだけなのか。いや、いないんだろうな、おそらく。ということはここは強盗ができないということだ。ん？そういうことか。そういうことなのか。逆か？普通に入れんのか？お邪魔します。あ、金庫がない。いや、なこれ。あ、あるな、普通に。ちょっと一
旦タバコ吸うか。一旦な。チュッ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 チュー。なあ、タバコはあのあれだから一息で吸うんじゃないから、こうシュッシュッシュッってこうあのチョンチョンチョンってこうチョン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 ってこうで、これが一番うめえからな。じゃあ開けるか。何？ああ、そういうことか。こっちか。え、できない。できないぞ。やはり、あ、合ってる。あ、これじゃない。これじゃないんだって。これじゃないんだ。じゃあやっぱり店員さんがいるとこじゃないとダメなんだ。なんだ。仕方のない。無人販売所だったらしょうがないな。どこにしようかな。こっちか。あ、じゃあここがあるわ。ここ行こう。なんだ、罪を犯すというのも難しいんだな。ちょっと、あ、邪魔だね君。あ、違う、これ俺が間違えてた道を。あ、バイクいいな。バイクいいな。なんかポリスって書いてあるけど、これ非常にいいな。いや、何？ロックドとか書いてあるぞ。ポリス、これ非常にいいな。ワク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 。ダメか。ホットワイヤーちょっと怖い。ちょっと怖いな、ホットワイヤーな。いや、試すか。いけるやろ。警察車両だからなのか、ちょっと普通にむずいなこれ。でも俺こういうのうまいから。うい、いただき。あんま早くないんじゃないか。この車は関係なさそうやな。お、洗車だこれ。へえ、いい隠し場所だな。ここに置いて、終わったら速攻でこっち側に走る感じで行こう。ここを出てグッと右に曲がって後ろだ。オッケーオッケー。よし。うん。最終確認だな。まずは、うん、こいつを、うん。なるほど。完全に理解した。警察署からここまでは、まあ、ペンコができないや。まあ割とあるだろう。そんなに遠くはないが、はあ、まあ考えてからでいいか。マザファッカー、すまないな、金が必要なんだ。これどうしたらいいの。あ、違う、リロードじゃないです。銃しまってもらっていいですか。あー、銃しまってもらっていいですか。あの銃をしまっていただいて。違うんです、やばい。ちょっとあの、え、お金のあさり方が分かんない。あ、レジスターを射撃。はい、ちょっと待って。はい、あー、オッケーです。あ、あー、なるほど、ありがとうございます。ふぅ、金金。あー、急がなきゃな。でも金金とか言ってる場合じゃない。普通に手際が悪いから金庫なんかやってたら一瞬でバレそうだな。あ、すごいいっぱいある。あ、すごいいっぱいお金ある。すごいいっぱいお金あるんだからこれ。すごいんだから。お金がたくさん。あ、お金がたくさん。すごいいっぱいだからこれ。あ、早っ！ちょっと、やばい、もう来てる。やばい、早い。逃げるぞ。ずらかろう。警察だ、人質はいるか。うるせえ、近づくな。いないな。近づくな。止まりなさい、止まりなさい、止まらないと撃つぞ。近づくな、来んな、あぶれー。冷静に考えたら俺変装も何も作ってねえから普通にヤバいんじゃねえか。
よいしょ。とりあえずここにいよう。これってどれぐらいバレるんだ、これってどれぐらいバレるもんなんだ、近くね。で、銃外してどんぐらい変装できるこれ。無理じゃん。これ逃げ切ったかな。追跡ってどれぐらい行くの。5M なのか、ちょっと誰かに聞くか、マジで。なんていう筋肉か。誰かいますか。おう、来ちゃ。ああ、シナバタ。あ、だったり、ごめんなさい、誰。あ、シナバタ、シナバもろとも。もろもろさん、あ、もろもろさん、ああ。今何されてますか。今はな、ちょっと野暮用なんだが。あ、合流はできるぞ、ちょっとしたら。ちなみにどこにいらっしゃいますか。8021だ。病院から少し左の側面なら、まあ、そんなに遠くはないから歩いていけるぞ。なんだ。いや、ペティはすごく遠いです。あ、そうか、アパートじゃないのか。あの、目が覚めたら知らないところにいましたね。は？なんで。これは歪みというものでしょうか。あ、そうか、それは一度瞑想したらいいんじゃないか。一度瞑想したら治りますかね。わからないけど、どこにいるんだ。な、何番だ。ちなみに1094です。1094。ありがとうございます。ちょっと北が過ぎるから、それ。ああ、はい、ごめんなさい、本当にごめんなさい、退勤してなかった。ちょっとこれ後で市長にアドミンに言うか。もうこれ出退勤、これ忘れる。マジで今まで犯罪したことないから、マジでごめんなさい。ちょっとごめんなさい、これは後でなんとか、ちょっと市長補佐とかに盗んでもらいます。俺の財布から。やっちゃった。もう出勤、もうやっちゃった。ごめんなさい。めちゃくちゃ普通に、もう噛んじゃった、セリで。めちゃくちゃ普通に出勤しながらやっちまった。ホットドッグや。ちょっとこれどうしよう。ちょ、どこここ今。あ、そうか。とりあえずお洋服屋さんに行くのが吉だろうな。ここだな。待て、止まってくれないか、止まってくれないか。うわ、止まってくれた。ありがとう、すまない、乗せてくれ、ありがとう。あ、ごめん、乗る場所間違えた。反対側、すまない、反対側に乗っちゃった。本当にすまない、反対側に乗っちゃったんだ。本当だ、すまない、本当にごめん。まあ、とりあえず一つ言えることは、ペティには黙っておこう、このことは。少なくとも今はな。さ、この辺に置いといて。ちょっとゴミ箱漁っていいか。すまないな、日課なんだ。よいしょ。あ、いいじゃない。あ、すごくいいじゃない。日課でね、これが。最近ハマってるんだ。あ、すごい。ハエがすごい。よいしょ。あ、ライター。ライターって何に使うの。安城さん、まさかあそこ安城さん。ちょっと待ってくれ。え、嘘だよな、待って。あれ、僕がやったのどこだっけ。ここか。あ、違うわ。あゴミ漁りの達人、ゴミ漁りの達人ですか。ちょっとすごいパトカーの音するな。ゴミ漁りの達人どっか行っちゃったな。ちょっと安城さんのことは一旦頭から話すか。一旦ちょっと考えないようにしよう。一旦考えないようにしようかな、ちょっと。うん、ちょっとハートつけとこう。
べ君のもとに高価なこさな夜ら二人ノーライアビべ君のもとに心配いらね俺ら二人ノーライアビべ君のもとに高価なこさな夜ら二人ノーライアビべ君のもとに起きと変わらね俺ら二人。